ご飯にする、お風呂にする、それともフレアのキッス。もうそんなの一択じゃねえか、うん、もうそんなんさ決まっとるじゃないか。あ、フレア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 。その一択で、うん、あ、うん、もうフレアのほっぺたが、もうフレアの唇をね吸い尽くす気持ちでキスします。もうちょっと今フレア、フレア、もちろんフレア不足でちょっとなんて死にそうなんでね、ちょもう本当にあ、切り抜くから気になってありがとう。変な、ちょっと嫌なところを見られてしまった。ありがとう。シェリルさんも団長かわいい、ありがとうございます。そう、指輪がね、もうすぐ指輪取り行くもんね。でも指輪、そう指輪ね、ちょっとほらもうね結構待たせていますから、ちょっとお店の方にもちょっと迷惑なんでね、あの早く取りに行きますので、そう早く指輪がないと団長が不安ね。もうだってこの前堂々と浮気してたし、うう、だってマリンのさ、マリンのあのマリフレのさ、あの配信開始のコメント、ツイートがさ、あの今日は浮気みたいなさ今日は浮気する日みたいなさ書いてたんだもん。おい堂々と浮気って言ってたで浮気って言ってんじゃないよって思いながらも、いやでもね言うてね、あのただこれだけは言っときますけど、男女2人とも大好きなんでね、あのよからぬ心配はしないでください。例えばえのノエル、あの団長、え団長これマリンのことマジで包丁であんぬんかんぬんしないかなとかさ、いやそれはそれ、これはこれで、いや本当にあの2人のこと好きだから嫌いにはなんないからね、それだけはあの言っとく。ちょっとみんな、そうみんなのそのさ、だって風船、そうあのマリフレからもらったその風船ずっと男女持ってるし、そうだから2人が好きなんで、そうただ一線を越えたら男女は刺しますね一線を変えたら、一線を変えたらどうなるか分かんねえ、どうするか分かんねえっていう感じです。そうそれだよ、なんかフレアがねいろんな人と仲良くするのはすごく嬉しいし、なんか微笑ましいし、そう幸せなんだけど、一線を越えたらもうあのあれよ、浮気っちゅうのは気持ちが浮ついたら浮気なんですよ、わかります？あの気持ちがあの浮ついてそっちに移ったら浮気なんで、気持ちが浮ついたらね包丁ということで皆さんそうだから団長はわかってる、もうほんとね、もうそのもうそこだから、もう熟年夫婦みたいな感じで、そんなねあのちょっとやそっとじゃ浮つきませんから。こんばんは、シェルー。